九州地区は沖縄尚学高校。今年から出場校への電話ではなく選考委員会のネット中継で発表された春の選抜の出場校、沖縄尚学春の選抜へ。沖尚としては2014年以来9年ぶりの吉報。まあ、憧れの舞台でもあったので素直に嬉しいっていう気持ちでいっぱいでした。本当に全員が一つになって戦えたってところが一番良かったところかなと思います。去年10月選抜をかけた秋の九州大会、地元開催の舞台で見せたのは粘りの野球でした。準々決勝はエースが好投し2対2で迎えた9回裏、キャプテン佐野のサヨナラタイムリーで選抜出場を大きく手繰り寄せます。続く準決勝も大接戦、相手に逆転を許しても諦めない沖尚。1点を追いかける9回裏、打線が粘って満塁のチャンス。そして決勝も逆転勝利で9年ぶりの九州王者に立った沖尚。文句なしの実力で春の選抜へ、甲子園の舞台で躍動を誓います。まあ、持ち味は多分、まあ、打線のつながりとか破壊力ということになるのかなと思うので、そこはさらに成長させていけたらなと思ってます。やっぱり改めて選抜出場というのが決まってホッとしてます。やっぱ昔から夢だったところなので、自分の力を発揮してはつらつとプレーしたいなと思ってます。大会は3月18日阪神甲子園球場で開幕、3月10日に組み合わせ抽選会が行われます。